中国の古美術が中心の私立美術館、公益財団法人藤井再生会が管理、運営している。藤井再生会は、滋賀県出身の実業家藤井善介創業者が収集した東洋美術コレクションを保存展示するための機関として、大正15年に設立された。日本の私立美術館としては草分けの一つである。京都市登録文化財の建物は、 地上3階建てで屋上に朱塗りの八角堂を乗せた東洋風の展示館は設立当初からのもので展示室内部も昭和初期の雰囲気を留めている。国宝1件、国の重要文化財9件を含む所蔵品は中国の院から清島で各時代の青銅器、仏像、書画、陶磁器など多彩である。珍しい収蔵品として広く知れ渡っているものは かきょみの際に使用されたとされる四書五経と、その注釈全六十万字を細かい解書で、表裏全面に書いたカンニング用の下着である。一般公開は原則として、二月から七月、九月から十一月の、毎月2回十二時マイナス十五、三十のみ。誘致区かれさず、大定員室春秋系練習外会館は、原則として一月八月を除く毎月第一。 第3日曜の12時 -15、30のみ。その他の時期の入館は、事前の申請が必要。ありがとうございます。